津市の中林りゑ子容疑者が娘のほのかちゃんを暴行し死亡させたとして逮捕された事件では、虐待の通告を受けた県の児童相談所が1年以上もほのかちゃんの様子を直接確認していませんでした。県は今日、一見知事をトップとする会議を開き、児童の安全を目視での確認を徹底することや、一時保護の機会を逃さないよう判断の手順を見直すなどの改善策を速やかに行う方針を決めました。三重県に生まれてくる子どもたちを全力を挙げて守らないといけないです。児童相談所の対応をめぐっては、今月14日から第三者委員会による検証も始まります。